うん、人の話し声、生活音、列車の音、車の音、人の立てる音が一切ない世界に戻り、また振り出しに戻ってしまったように感じた。いろいろな夏霧の人の記憶のかけらを見たけれど、私がこの世界に放り込まれた理由はまだわからないまま、何もわからないままに自分が消えてしまったらと思うと恐ろしい。自分はなぜこの世界に迷い込んだのか、どうして夏霧の人たちの出来事が見えるのか、見せられるのか、どういうつながりがあるのだろう。もしかして私はさっき出てきた女の子なんじゃないか、そんな風に考えてみた。それとも別の誰か。自分の両手を、体を眺めてみる。けどなんだかしっくりこない。本当に私が見る現世の世界に私はいるのかしら。私が見えたらそれが私だと気づくのかしら。もし誰でもないとしたら私は誰なんだろう。そんなことを考えながら港の方に何気なく顔を向けると、何かが光るのが見えた気がした。向かってみよう。さて、じゃあそしたら、港の方ですね、やっていきましょう。港はこっちの方でよかったよね。合ってる？合ってるよね。大丈夫だね。なんか光ってるものありますかね。あ、なんかあるね。大丈夫？他ない？大丈夫ね。また足場が悪いとこに。港の波打ち際に海藻が絡まって何かが落ちてゆらゆらと揺れている。それは古めかしいガラス瓶できつく封をされているみたい。お、あれだ、メッセージボトルだ。どこから流れてきたのだろう。中を覗くと紙切れが一枚入っている。私は手に取って苦労して封を開けた。瓶の中は湿っぽい上に指が届きにくい。なるほど、でかいね、手が。あ、というか瓶がちっちゃいのか。中の紙は瓶底に張り付いてしまっていたけれど、なんとか取り出し広げてみた。これ大変だな、読む側は。入れる側は簡単なのに。そこには短くこう書かれていた。私は私の恐ろしい疑いを封じてここに流します。何それ。そう書かれていた。どういう意味？こっちが聞いてよ。恐ろしい疑い？この人は何を疑っていたのだろう。紙にはそれ以外本当に何も書かれていない。何か大事なことを知ってしまったのかもしれないけれど、この紙や瓶を握っていてももう新しい光景は見えてこない。けどこれまでと同じように、何かこのものに込められた思いが私を一連の光景や出来事に導くはずだ。私は後ろを振り返る。竹やぶの向こう、池の端に次の光が見える。この手紙の書いた人のことがわかるかもしれない。なろ、おお、ビビったね、ちょっと今。池ね、うん。こっちか、あれだ。でも意外とメッセージボトルってあんまり流れていかないらしいね。置きに行くまでが大変らしいよ。だから思いっきり投げたとしても結局自分がいる浜に帰ってくるだけっていうことが多いらしいけど、どう猛な犬の鳴き声が静かな水面を揺らすように響く。数人の子供の犬をけしかける声が聞こえてくる。あ、子供独特の意地悪な声の声、嘲笑う声。ほら行け、あいつに噛みつくんだよ、よそ者め。怖そうな茶色い犬はよだれを垂らし、向こうに立っている一人の男の子に襲いかかろうとうめき声を上げてゆっくりと歩みを進める。男の子は尻もちをついてしまった。逃げられない。襲われようとしている子供ん子はどことなく田舎の子供たちよりも垢抜けた身なりをしていて、ひょっとしたら都会から転校してきて。ああ、なるほど、そういうのあるね。田舎に行ったら都会の子が村八分にされるみたいなさ。
あれだよ、呪術廻戦のほら釘崎のあのお姉ちゃんだよ。忘れたけど名前が出てこない。犬は徐々に早歩き、駆け足と距離を縮めて、あと数瞬で子供に覆いかぶさろうとするとき、石がビュンと飛んできて犬の背中に当たった。何が起こったのかわからないまま、すごすごと消しかけた子供の元に帰る。一斉にみんなが振り向くと、不老者のようにボロボロの身なりをして武将髭を生やした中年の男が立っていた。子供たちは顔を見合わせる。やべえ、変なのが来た、狼男が来たぞ、逃げろ。そんなことを言って彼らは犬と共にチリチリに逃げ出した。不老者のような男はやっと立ち上がって、お尻の砂を叩いている男の子の元に向かう。どうした坊主。男はじっと子供を眺める。よそ者、はみ出し者は大変だな、こんな田舎じゃ。男は独り言なのか、少年に対して何を言ったのかわからないような口調でつぶやいた。暇だったらうちに遊びに来るか。子供はしばらく迷って黙った後、ん？お前の家、あのお化け屋敷。男は一応家があるらしい。しかしお化け屋敷と言われているということはかなり汚いのだろうか。ああ、ガキも、ああ、どうだ。ああ、ガキどもはそう呼んでるがな。スイカができたんだよ、畑でな。多すぎて一人じゃ食い切れねえ。でも、あそこの家のものは毒があるってみんなが。ふん。お前もあの悪ガキどもを信じるなら好きにしな。男はそう吐き捨てて、去っていこうとする。子供はしばらく立ち止まった後、男の後ろにかけていった。何これ。ここで光景は消えてしまった。何、化け物の子みたいな、なんかそういうちょっとね、不吉祥な親父と、なんかそういう子供みたいな。あの男性と男の子、そして最初に見た瓶の中の手紙、どう関係してくるのかしら。なんかこれもまた不幸な話にならないといいな。風景綺麗なのにさ、ほら、風景がすごい綺麗なのに人間の心が汚い。ちょっと、どこ行った？ちょっと待って、どこ行った？え？ん？やばい、沈む。どこ？え？ちょ待って、どこ？書かれていない、書かれていないよ。どこに行けって？あ、というかあれかも、踏切の方にさ、なんだっけ、ほら、倒木しててさ、あった、なんかちゃんと見て、何もなってません、大丈夫ですね。よし。で、これはさっきの垢抜けた身なりの子供が静かに一人遊びをしている。彼のお気に入りの場所なのだろうか。こんなとこで危な、引かれるぞ。これこのままいける？この向こうは？あ、またなんかあったで。注意深く見てないとこれ見失うぞ。これなんだ？ミストコーヒーショップ。おとなしい白い小型犬が喫茶店の前につながれている。誰かお客さんの飼っている犬だろう。外で待たされているといった感じだ。かわいそうに。中を覗くと数人が楽しそうに会話している。しかし秋野先生のような素晴らしい人が来てくださって、うちの学校も生徒も大喜びですよ。喫茶店の中、カウンターに腰掛けた中年の男性がテーブルに座る先生と呼ばれた若い女性を褒めちぎっていた。褒められた方は恐縮して戸惑った表情を浮かべている。あ、なんかこれセクハラになりそうな予感。あの男性は小学校の校長。これはセクハラの匂いがプンプンしますね。ということは、あそこの小学校に新しく女の先生がやってきたということらしい。二人の周囲には喫茶店を営むおばさんや近所の人か同僚か数人のお男女が会話に加わり、秋野先生は美人だし男の人にも人気があるとか、
子供の指導も優しい上に厳しいことはビシッと言ってくれて、不思議とみんな言うことを聞いちゃうだとか、いろいろと褒めているが、その度にとんでもないです。私なんかまだまだです。まだまだですと、半分下を向いて恥ずかしそうに答えている。と思わせて裏があるんでしょ？ちょうど見合い相手を探してるんです。もしよければね、ぜひ。そんな、私はまだ、今はこの仕事に専念するためにここに赴任してきましたので。喫茶店のオーナーの女性は、校長の甥っ子は校長に外見も中身もよく似てるって聞いたからね、こんな素晴らしい秋の先生には似合わないんじゃないかな、などと言って笑い合っている。どうやら秋の先生は最近ここの小学校に都会の学校から赴任してきて、持ち前の性格や優しい雰囲気で人気者になっているようだ。しかしそれを気取る風もなく理想の先生といった感じなのだろう。手元に紙の束が積み上がっていて、右手には赤いペンを握ったまま、答案を。なるほど。生徒の宿題の添削でもしに、休日に喫茶店に寄って、そのまま地元の人たちに囲まれたというところだろうか。ちらっと先生の添削する紙が見えた。あの文字どこかで見たことあると思ったら、瓶の中に入っていた手紙の筆跡と似ているような。恐ろしい疑い。そう書かれていたあの謎の手紙。気のせいかしら。けどもしそうじゃないとしたら、このみんなから好かれる先生は一体何を疑って何を悩んだのかしら。あ、先生のってことか。添削の文字か。なるほど。ふと先生は窓の外の何かに気づいたように視線を移す。なんじゃい。私も同じところに目をやると、さっきの池の前で見た中年のひげもじの男性と都会からの男の子が二人で歩いているの。お、結局仲良くなった。化け物の子。彼が作ったスイカを食べて、周りから少し避けられている子供と大人同士。歳は離れていても不思議と仲良くなったのかもしれない。男性の手には男の子への土産だろうか。スイカを抱えている。それは大きくて形が良く、きっとこんな暑い日に食べたら美味しいだろう。いいな。男の子の手にもう一つ何か握られている。それはスイカや果物ではなく、2、3本の瓶。あの形、私が港で拾ったものと同じのような。すべてがどうつながっていくのかまだわからない。何か大事な、この人たちの思いが込められているから、私がこうして見えているのだろうけど。何何？どうつながるの、この、登場人物、今3人になったけど。しゃがみましたじゃねえんだよ。これだ。お、いいね、小刻み。とりあえず秋の先生とひげもじゃの中年と都会の子供、数人の中年女性が立ち話をしている。心なしかその表情には心配そうで、さっきの和気あいあいとした雰囲気とは随分と違う空気が漂っているのがすぐに感じられた。重い沈黙の後、一人が口を開く。こう恐ろしいことが続くとね、うちの子も毎日心配で喉を通らないって言うし、食欲だけが取り柄だったのに。誰が何のためにしているのかもわからないのが不気味よね。次は自分が狙われるんじゃないかってみんなが不安に過ごすのがこんなに神経をすり減らすようなことだなんて考えもみなかったわ。一体何が起こっているんだろう。他にも情報はないかしら。心を澄ますとあちこちからどこからともなく会話の断片が聞こえてくる。周りを調べて、え、散りばめられちゃったこれ。11個だけじゃねえか。最初は食中毒だと思ってたけどね、夏だしな。ん？あるね。なんじゃい。もしこれがだんだんカビ液になっていったら次は人かもな。めったなこと言わないでよ、ただのちょっとしたいたずらだよ。なんだ、犬か。あのガキどもか。秋の先生の犬は動物病院に運ばれて何度か助かったらしいけど、先生動転しちゃって大変だってね。その後しばらく休職しちゃったし。え、何が、え、もしかしてあの犬って先生のとかではないか。さすがに。あ、ていうか違うか、あのちっちゃい犬か。小型犬。犬ばっかり狙われてるって
狙われるってことあるかな。秋野先生の犬は休日に校庭で遊ばせてたら目を離した隙に急に痙攣し始めて倒れたらしいんだ。何それ、誰かがわざと何かを食べさせたとか。こんな平和な田舎でそんなことする人いるかね。みんなよく知ってるのに、よそ者の仕業かね。それでもしかしてその子供のせいになっちゃったりする。それはさすがにかわいそうすぎるよ。なんかこう見た目に反して田舎の嫌なところだけをこうね見せてくるのやめてほしいよね。怖いね。釘崎も言ってたけどさね、勝手にやってるって話よ。あ、またあるね断片。他にないか。最後の一個かこれ。ほい、恋だとしたら誰かが毒になるものを入れたってことになるよな。ペットの食べるものに。え、まだある。お、ある。なんじゃい。あー、まあ農家をやってたら手に入るのは簡単か。うわ、待って、その中年狙われちゃうじゃんそれ。あそこのワンちゃんは駄菓子屋さんの前に置いてた餌を食べてたら、食べたらその後体調悪くなったらしいね。駄菓子屋、前を調べてみましょう。駄菓子屋、あった。駄菓子菓子、ふい。これが駄菓子屋さんの前の餌。前の餌？あ、誰かの手が見える。何かを入れている。手だけしか見えなくて誰がやったのかはわからない。その後犬が餌を食べてしまっている。あの茶色くて大きな犬。あ、最初にいじめっ子が都会の男の子にけしかけていた犬。もう都会って断定しちゃってるけど、まだ詳しくはよくわからないけど、それぞれに見てきた断片がぼんやりと全体の輪郭を描いているのが感じられた。あの子と中年の男性は何かを持って校庭に向かっていったんだった。あ、向かっていたんだった。そっちに向かってみましょう。じゃあ校庭で、特に途中に断片はないね。てかあの向こういつになったらいけんだろう。あの倒木の向こう、当分無理かな。お、これですね。校庭に再びやってきた。耳鳴りがしてまた現世の光景が見える。校庭から一人の人が歩いてくるのが見えた。秋野先生だ。学校の校舎は閉じられているけど、多分休日で子供の姿がないだけなのだろう。けど様子がおかしい。先生はフラフラしたような足取りで駆け足で校庭にやってきた。何？先生は何かをつぶやいている。何を一体食べたの？誰かが何かをしたの？と取りつかれたように口にしながら草むれや土管の影などを探っている。ああ、何か食べちゃったと思ってるのか。彼女の犬が倒れ動物病院に運ぶかした後、何が起こったのかを調べに戻ってきたのかもしれない。何かを探しているらしい。なんだろうね。これだかな。これだけ。なんだ、多分冤罪なんだろうけど。これは、先生は一つの瓶が校庭の脇草むらに転がっているのを見つけた。中には砂糖のような白い粉が入っている。怪しい。蓋は開けられている。怪しい。その瓶はあの男の子が手に持って狼男と呼ばれた先生と校庭に歩いて行った時に持っていたもの。そして茶色い犬の餌に何かを入れていた子供の手。あれも不思議なこの粉だった。なんだろう。先生はあの喫茶店で宿題の採点を終えた後、待たせていた犬を連れてこの公園に遊ばせに来たのかもしれない。そうして目を少し離した隙に犬が痙攣して倒れているのを見つけた。その時は病院に連れて行くのに必死で動転していたけど、こうして戻ってきて自分の愛犬に何が起こったのか調べに来たら、あの男の子が持っていた瓶が転がっているのを見つけた。これは偶然かしらと思ってもおかしくない。先生は瓶を握りしめて校庭から出て行った。男の子を問い立たそうとしているのかもしれない。彼はどこにいるのだろう。お気に入りの場所とかじゃないかな。校庭裏、校舎裏とか、校舎裏はないか。
先生ね。なんか変な疑いかけられちゃったな、また。どこだろう。あれかな？やっぱりお気に入りの場所か。あちゃ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 。いけないね。いやー、何か不幸が起こらないでほしい。なんだよ先生、こんなところで。秋野先生だった。男の子と先生が立って話している。いえ、ちょっとね、あなたのことを見かけたものだから。男の子は居心地悪そうに辺りをキョロキョロしている。先生は偶然を装って話しているのだろうが、不自然な空気はどうしても拭えない。やがてあえてたわいもない話を切り出した。ねえ、寺島君はここの生活楽しい？うん、楽しくなんかないよ、こんなとこ。何もないし、ガキどももバカだし、親に捨てられなけりゃ、ん？親に捨てられなきゃ絶対来なかったのに。捨てられた？そうだよ、親は二人とも新しい恋人がいて、俺はいらないからこんな田舎の親戚に預けられたのさ。クソみたいな理由だろ。この田舎に殺人事件でも起こって、ここから出なきゃいけなくなるようになればいいなと。いけなくなるようになればいいと思うけどね。そう過激なことを言うとうつむいて押し黙る。けど行く場所なんてないからな。寺島君は足元の石を蹴った。池にポチャンと押して地面に波紋が広がる。そう、近くの親戚の家に預けられて転校してきたって聞いたけど、そんな事情があったのね。彼は目線を池の水面にそらし、話したくないことを聞かないでくれという表情をしている。無理に話題を変えるためか、突然こんなことを言い出した。先生こそなんでこんな偏僻なところに来たんだよ。確か俺の昔の家の近くから来たんだよな。先生も捨てられたのかよ。教えてくれよ先生。先生は押し黙る。しばらく経って、いいえ違うわとだけ小さく言う。おもむろにカバンの中を探って一つの瓶を出し、寺島君に見せる。これあなたが持っていたわよね。何に使ったのか正直に教えてほしいの。彼はそれを見て一瞬信じられないという表情をした後、なんだよそれ、知らないよ。明らかに目がキョロキョロとせわしなく動き、何かをごまかそうとしている。そして言う。先生の秘密俺知ってるんだぜ。今度は先生が目を見開く番だった。なんだ、顔がみるみる青ざめる。一切動きもしないし、取り繕う余裕すらないように。なんだ、え、な、んで、なんだとブリーチのね。俺の前の学校と先生の前働いてた学校、実は近くだろ。聞いちゃったんだよ。これ以上ビンのことは何も聞くなよな。そしたら秘密にしておくさやばいやばい、ちょっと俺の横島なあれが出てきてしまってる。なんでもないよ。それだけ言って寺島くんは逃げるようにかけていった。先生はポトッと地面を地面に落とす。間違えた、地面を地面に落とすってなんだよ。瓶を地面に落とす。そのまま佇んで顔を手で覆い隠し、ん、覆いしゃがみ込んだ。先生の姿が消えた。遠くから救急車の音が聞こえてくる。学校の方だ。何があったんだろう。行って確かめてみないと。なんだなんだ、まだこの話の全貌がわからないぜ。